どうも、シュイティミです。ヒロヘです。そしてウドトミカのミカン君です。こんにちは。こんにちは。お願いします。いや、お久しぶりです。マジでほんまに明けましておめでとうございます。明けおめです。明けおめです。もう4月ですけどね。4月ですけど明けおめです。今年初めて。いや、ほんと久しぶりですね。ねえ、お前元気してました？元気でしたよ、はい、いつの間にかね、はい、増えました。はじめまして。あ、ですよね。シャインマスカットさん、よろしくお願いします。いや、みかんやって。そんな、マスカットやないのよ。え、マスカット君、初めて？ちょっと待って突っ込んだ時に、真顔だね。なんなん、その、ちょっとニヤニヤしてほしい。突っ込んだら、こう、嬉しがってほしい。すいません、打ち合わせ済みです。はい昨日、夜中、電話して決めました。打ち合わせしてました。マジマジで突っ込まれたら、われわんとこなって。言っといて。いや、絶対嫌や。なんかちょっと調子狂うと思う。ね、はい、野球ですよね。そう、今日野球で、はい、はい、まあ僕らいつも野球なんですけど。そうですよね。久しぶりに野球企画をちょっと、はい、みかん君来てもらって。そうですね。やりたいんですけど、はいはいはい、みかん君って、うん、ホームラン打ちます？僕は、あの、一本も打ったことないですよ。本当ですか？生涯で。ほんまに。マジですか？一本もない。確かに、今までコラボしてきて、うん、ホームラン企画やったと思うけど、はいはい、一人だけなんか達成できず、もうそのままもう、はい、終わった気がするんですよね。一人だけもうなんかスタートライン立てないとか、なんかこう弾道も位置みたいな。そうですね。もう全然飛ばない、上がらないっていう感じのことがありました。そうですよね。はい、ちょっと僕らでお助けしたいと思って。あ、マジ？打てるようにコツをちょっとお伝えしたい。いやー、マジでそれは嬉しいですね。はい。ちょっと僕のね、ロンティーを見たら、はい、すぐ打てます。マジ？そんななんかツボ売るみたいな。ツボ売りますよ、本当。はい、というわけで今回は、まあ、はい、ホームラン企画ということで、はいはい、みかんくんと一緒にやっていくんですけど、はい、みかんくんのチャンネルでも上がってますんで。そうですね。そちらもチェックしてもらって、はい、やらせてもらいます、はい、まずはみかんくんのバッティングを見て、はい、そこからアドバイスをして、ちょっとお願いします。その結果どうなるかってちょっとやっていきたいと思います、はい、お願いいただけますか。はい、はい、それではやってみましょう。ゴー。さあ、ラフランスいきます。みかんね。はい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 。1、2。なるほどね。うん。1、2。シャープだね。そうだね。1。よし。はい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 。うい。一回さ、うん、指2本ぐらい開けて短く持ってみて。指2本開けて短く、はい、そうそうそう。1で弾道を上げ慣れてないっていうね。1。どう？お？でも今の結構バンバン来ました。バンバン来ました。なるほど。バンバン来ました。あとコツとしては、うん、打つときに若干自分の目線っていうか最初に、はいはい、最初から重心を下げる。大きく開く。大きく開いて、うん、こう来るなった時にここの軸足の方に、はい、このここにね溜めるイメージ。ここに溜める。力溜めるイメージ、はい、ここから、うん、こう大きく、うん、足はこっち広げる、うん、手の場合は後ろ、はい、だからここ固定ね、うん、固定でここから大きく振るってことね。そう、振る。なるほど。で、こうじゃないんだよね、うん、ここからなんか同時に内から出してここで当てるイメージ。開かずってことね。開かず。そう、開かず。1、2。ちょっとこすったかな。ワンバンか。ワンバン超え。ワンバン超えまで来た、うん、あとはこのバットに当てる場所だけ。あと、はい、あー、なるほど、ね、今こすってるから。こすってあれだからね。いくよ。1、2、うん、当たるこうボールがこうあんじゃん、うん、バットが多分もう平行になっていくから、はい、ちょっとこう この下に入れる。そう、下に入れる。確かにそれが苦手なのね。そう、一番まあそこなのよ。下に入れる。足上げしよう。足を上げる。ああ、高橋由伸さん。高橋由伸ね。高橋由伸。でもあれだね、軸足はこうしっかりこう曲げとくんだ。曲げこのままね。そうそう、こういかないってことね。そう、このまま気をつける、気をつける。足を上げて。はい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 、はい、いや、行き1、2。どう？なんかでも弾道はいい感じ。うんうん。で、打つときにこうだっけ。大きくこう、これね。そう、大きくこう斜めこうフォロースルーね。フォロースルー。オッケー。なんか見たことあんな。
糸井か糸井やん行こう、もうこれに関してはそう、糸井だ、糸井、あ、いいよいいよ、今風な感じで1、2あ、ちょっと待って、ちょっと待って、今越えます、はい、行こう1、2あ、よし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 、オッケー、で、イメージは、うん、このバットの先の方で先の方ね、うん、で、この力入れるタイミングは、うん、当たる瞬間に、うん、パンうまそうやね、グワーじゃなくて、うん、パンそう、ね、一瞬の、いいよ、1、2はい、おあ、でも今の感覚的にいいな、悪くない今のは、感覚的には、いきます、すごっ、いったんじゃん、そう、いった、はず、うわー、いったわという感じ、なるほど、はい、打つところも大事だけど、うん、当てる場所も、うん、角度大事で、コンパクトやな、振りはな、そう、はい、これも超えます、すげえ、いった、はい、っていう感じで、はぁ、あ、お、いいんじゃない、お、いいんじゃない、あ、いったって感じ、なるほど、確かになんか結構無駄ないな、翔平くんのスイングな、うん、無駄がないわ、あ、どう、いいんじゃない、取られちゃう、うん、いいだ、今、バンバンかな、うん、はい、というわけで行ってきました、残念ながらみかんくんはね、柵越えできませんでしたが、約 90m 弱飛んでいたので、それも成長かなと思いました。今回コラボしてくれましたうどんとみかんのみかんくんのチャンネルは動画概要欄に貼っておきます、チェックよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ、そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ、そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント、現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。